いや、お疲れ様ね。お疲れ様です。いや、今日ね、あれだよ、女の子一人とね、1、2、あと横陣と3人でね、はい、4の P をねしたりとかしたんだけど、でもさ、ね、今回のは、ま、企画の女、ま、企画単体だね、企画単体の女の子でエロいね、反応が、本気の反応が、ね、やっぱね、本気だよ、本気。やっぱどんないい女よりもね、やっぱりね、本気の女が一番いいよね。はい、逆に、俺紹介、動画の時ね、すごいいい時はね、これすごいです。いや、今日ね、一緒に3の P をしたんだけど、がっ、ね、やりましたね。やったね、がっ。チリもうね、天国だったね。でもさ、この間さ、単体の時に地獄を見たんだけどさやっぱね、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていうね、そういう本物じゃない、まあなんかね、どう自分は。いや、もう苦手ですね。ダメですね、全く。あ、いや、なんか会いたい女優さんに会えるのはいいですけど、うん、なんか思うようになんかこう体が動いてくれないっていうか、緊張感もあるし、思うようになんか自分をなんかこう操作できない。なんで？やっぱり緊張ですかね。緊張と、あとやっぱりいろんなこと考えすぎるんだと思うんですよね。単体だと指示があったり、やっぱりいろんなところになんか 気が他に向いちゃってる女優さん見てないんですよね、基本的にね。監督の指示だとか周りの目を結構見ちゃって。いや、すごいいい女だもんね。そうですね、なんか、そうですね、逆になんかこう、うん、そうですね、いい、めちゃくちゃ良かったとしてもやっぱり、うん、なんていうんですかね、きっと最初はあそこが痛い、ここが痛いとかね、例えばこれもうここまでしか入れちゃいけないとか、指はね、1本 2本はダメです、1本とかね、制約がね。そうですね、実はね、皆さんね、制約が多いんですよ、いいこれに限ってねそうです。そうでしょ、はい、でもそういう時はどうするの。でもそれも仕事じゃない。そうですね、もう割り切って言われたことを、言われた以上はしないですね、言われたこと通りになりますね、うん、いや、でもさ、はい、これがね、これが学校こりこ、まあ、おーいみたいなさ、おーみたいな時あるじゃん。ありますね。どうぞ。いや、もうどうにもならないですね、うん、そういう時は。もう半分諦めて。いや、だって諦めたってさ、まあ、仕事だからさ。そうですね、だからもうこう、まあちょ、まあ、カット割れるじゃないですか、うん、ノーカットじゃなければ、うん、だからこう、3回ぐらいに分けるみたいな、自分のその、なんとか我慢、頑張れる時間を。あ、これのグーッとくるのをカットして、で、またこうして、グイーンって、これを3回ぐらい。3回ぐらいに。でもさ、そういう子に限ってさ、スーッとなんかいなくなっちゃうね。まあまあ、タバコ吸いに行くとか。そうですね。ね？だいたい、ローブ着て、もうすぐいなくなっちゃうんですね。そうなんですよ、皆さん。ね？みんなね、単体のいい女あれしてこいつらいいなと思ってるでしょ。実はね、一言言ってあげてください。いやいや、ちょっと夢を壊すような。いやだからこれしてこれをねもらえるっていうのは大変いいんですけどもね、こうなった時は天国ですってなるんですけど、もうね、そういうとね、こう噛み合わない時はもうね、ゴーン。でもそういう時は3回に分けて。そうですね、自分の中で3回に分けますね。あ、なるほどね。でもハマっちゃう時あるじゃない。ああ、まあそれはもうこれが呼べど立てど。そうですね。そういう時はどうするの。そういう時は、うん、まあなんかやっぱ違う女性のことを考えたりとか、もういろんなことをやってなんとかします。俺と一緒だよなんとかします。ね、ほんでこの時に、ね、あ、お願いしますとか言って、さささささってやって、だん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 とウィーンって電池切れ。そうですね。ほんでまたなんか嫌な空気がね、流れて、で、女の子がこう、ローブ着て、あ、ちょっとタバコ吸ってきます。ね。みんな一緒ですね、多分、ね。いや、でもロボットみたいなやつでもいるからね。はい、説明先生とかね。素晴らしいですよ。いや、あの人は素晴らしいね。いや、俺も前回のね、あれで5年前にインタビューしてるんですけど、やっぱりね、でもなんかさっき言ってたじゃん、素人のまだ若手のやつがこう説明にね、ハマっちゃう時はないんですかと。したらなんて言ってたっけ。いや、僕には引き出しがたくさんあるんで引き出しをこう引き出すだけ、いろんなのがあるんで、今日はこれにするかみたいな感じで
じゃあ女の子を見てないってこと。まあなんか違うこと考えてるんですかね。なんかきっとそのなんかそのアレンジがいっぱいできるんじゃないですかね。トッピングが、イメージのトッピングが。やっぱさ、いっちゃんと俺の似てるところは、いや話聞いててすごい似てると思ったんですよ。なぜかっつったらね、やっぱり目の前のね、目の前のこれがやっぱり本気のね、本気のスケベスケベだとやっぱグーンとくるよね、こっちもね。そういうタイプだもんね。そうですね。でやっぱこれが顔がね、顔がすごい良くてもやっぱりこの本気じゃないっていうのかな、もうビジネスですみたいな、ここはねちょっとやっぱりしんどいから、今日みたいなね、どうすけみたいなだと長いけどね、いろいろもうね撮るのも長いですけど、まあ楽しいかなっていうことか。そうです ね、 ね、なるほどね。じゃあこれ見てるね、まあ、よい子たちも目指してる可能性あるから、俺のとこ見てるってことは、ね、ちょっと一言先輩から。諦めずになろうと思ったらなれます、ね。どうしたらなれるの。あ、どういう風になったんだっけ。まずは最初は集団から、あ、はい、なるほどね、順番にこう徐々にこう徐々にステップアップ勉強と一緒です、ね、結構ね苦労人だからね、うん、あれ最初のその魚雷くんの時代はどのぐらいあったんだっけ。3、4年ぐらいですかね。あ、3、4年。3、4年、この監督があれした発射用意したら発射ってこれ、ね、もうね言われたら発射ってこうそうですね。そうだよね。いやもう優秀な魚雷だったんだよね。魚雷のね、はい、時知ってたからね、はい、したら這い上がってきて、お、魚雷がこう口がね、四方ちゃんと打てるようになったなっていうね、そういうなってね。したらね、今日もね仕事ぶり見せたらね、真面目なのよ。俺がこうあれした時にいい、やっぱりちゃんとねこうがっちりこう組み合ったね。このね3の P は息が合わないとね。そうですね、うん、はい、こいつお前なここだこうだろうみたいなさね、こう来たらカメラこっち撮ってんだからやっぱこうだろうみたいなさの分かんないやつもいるよ ね、 そうですね、何年やってもね、はい、うん、これ難しいんだよね。でもちゃんと分かってるやつだと初めてやったとしてもこうがっちりいくよね。ちなみに勘が悪いやつは誰の。いやもういや、まあほら始めたてはみんなね。いやいや、ベテランでもいるね。ベテランですか。ベテランとか頭文字だけで。いやもう皆さん優秀なんで別に大丈夫です。いやいるだろ。お前何考えてんだよみたいなね。いや大丈夫です。いない。大丈夫です。じゃあ嫌いな、嫌いなやつは、俺 P は嫌いだからね。みんなからあるね、とんでもない動画も上げちゃったりとかしてるしね。もうダメだな。まあね、人それぞれ。じゃあ一人だけ言って、俺も一人言って。頭文字。頭文字。誰？あ、誰だろう。頭文字だけでいいよ。じゃあ一文字。じゃあ愛で。相川健吾？あ、もういないじゃないか。そうですね。愛で。愛で。じゃあ愛の50音順で、苗字が愛か？苗字が愛ですね。が嫌いだということで、ちょっと探してみてください。じゃあご唱和ください。人生なんて楽しいんだ。あ、知ってるね。じゃあ、めんたまたかな。現場からでした。